法整備をめぐる政府全政党への申し入れに関する記者会見を始めます。信者の子どもに対する例えば信仰の強制だとか、あと虐待の問題というのは統一教会だけの問題ではありません。エホバの証人などをはじめとしたカルトと呼ばれる宗教団体において様々な虐待被害、権利侵害被害、子どもに対する被害が報告されています。これまで長い歴史をかけて、宗教2世というのは行政、国に対して様々な形で被害の声を上げてきましたが、一方で宗教の問題には介入できないということで国から見捨てられてきた、そういう存在が宗教2世たちとなります。今月の初めの方に行政の方からたとえ信仰かつ宗教に関わる虐待行為であったとしても虐待は虐待として対応するということで、行政の方から関係省庁に向けて通達を出していただきました。宗教2世の当事者たちからすると、この行政の通達だけでは到底本当の意味で我々は救済されるのかという意味で不安なところがあります。現行の法律に対してこれは本当に虐待なんだよということを明確に定義いただいて、被害者救済に努めていただきたいというのが私たちの要望になります。宗教2世の問題は統一教会だけではなく、エホバの証人をはじめ多くのカルト宗教で類似の問題があります。そのためには一刻も早く今期の国会で二度と同じ宗教被害者が生まれないような法整備をしていただきたいです。高額献金だけでなく2世の虐待や権利侵害の問題についても超党派で進めていただきたいです。また宗教被害の子どもの問題も超党派で対応していただきたいです。私たちは岸田総理に聞いていただきたいことがあります。統一教会のアンケートだけでも60件以上の被害事例が集まりました。その方たちをぜひ紹介させていただきたいです。これは親子の問題ではありません。家族間だけの問題でもありません。どうか前向きに早急に救済をしていただきたいです。